にちは、中村太一です。こんにちは、鈴木はじめです。いや、前回私が目隠してフィッシャーやったんですけど、どれぐらい大変かっていうのはちょっと視聴者の方も分かりやすくお伝えしたいということで、今回ははじめさんバージョンでお届けしたいなと思っております。いやいやいや、これね、先生ね、私ね、これすぐ間違えると思ってるでしょ。うん、あのね、私今まで目隠しで間違えたことないんですよ。めちゃくちゃすごいけど、本当あ、それすごいね。だからね、自信ある。自信あるんだけど、でも、ちょっとね、いや、これ間違えると、なんか衰えを感じるよね。年っていうね。うん、でもね。いや、でも、ガチでやって、はじめさんが完璧にできたらできたらすごいわけだから、ちょっと本気でやってください。で、まあ、できなかったらできなかったで、まあ、プロはすごいんだぞとなるし、まあ、どちらもありはありだと思うんで、もう、はじめさんのガチを見せていただきたいなと。いや、でも言っとくけど、本当に大変だった。特に終盤はやばいです。いや、そうなんですよね。相手がね、強い場合がね、やったことないんですよ、今まで。あの、子供相手とかなんですよ。うんうん、で、小学生相手とかなんで、ちょっと自信ないですけど、でもまあ、さすがに、ここが、あの、私のね、意地がありますので、やりきろうかなと思います。楽しみです。前回はきつかったけど、苦しいだけだったけど、楽しみだわ。やりましょう。じゃあ、お願いします。お願いします。いやー、せめても受け止めてくるのもないんだよ。嫌すぎるよな、この相手、ちゃんと。何とかしないと。はじめさんの先手で、はい。一緒対決ですね。はい。じゃあ、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。7六歩。3四歩。1六歩。よし、はじめさんにもやってもらえたということで。いや、楽しいなというところですね。急に辛そうな顔になってますね。いや、本当にさっきまでっていうかね、あの時はあんなに楽しそうだったのに。どうしようかね。悪そうな顔してるな。楽しいんだよな、やっぱ相手目隠しって。6二銀。五五歩。目の中飛車でね、やっぱり。なんつうか、目の中飛車やってますね。はじめさんが自信満々でびっくりしたんですね。目隠しできるって。うん、いや、一回も間違えたことない。豪語してたからね。一応一回も間違えたことないんですよ、本当に。教室でやると。相当すごいけどね、それ。いや、でも、最近、この間やって思ったけど、ちょっと衰えてたわ、やっぱり。前の方がやっぱさすがに見えてたと思う。一四歩。七七歩。四二銀。今もう角上がるか銀上がるか血がついたこと考えてるんですよね。よくないですよね、多分ね。そんな目隠しやってるんだから、そんなこと考えちゃいけないのに。なるほどね。細かく完璧にやろうとしてるわけ、うん、どうしようかなって。なんか意外となんかちっちゃいこと気にするタイプなんですよ。なるほど。あんまり何も気にしてなさそうに生きてるんで、見えてると思うんですけど。もっと気にしなきゃいけないところいっぱいあるはずなんだけど。自分で突っ込む。そうそう。28で、うん、この辺もノータイムでさせちゃうと、ああ、そうだね、どうしようかなっていう。73銀、勝利勝ちに来てるんだな、ちゃんと。いや、ちょっと相手の先生が強い先生ですからね。もう64銀、66銀、44歩。ここで、いや、そう、私はね、急戦に行くよりも、ちょっと持久戦を目指してね、手数を伸ばそうとしてる。ひどいな。43金。あら、評価値ちょっと落ちちゃったね。銀の方がいいのかな。18と。まだ余裕、ここは。まだ余裕があるね。だってもうやる気満々だもんね、18キロね。確かに自分も固めてた、ね、そうだね、確かに。
3八銀でも早く攻めちゃった方がよかったかもしれないね、ほんとね、目隠しだったらね。まあそうね、うん、3三角でもなんかゆっくりやりたい気持ちだったんだよね、この時1九玉。なんでこんなに自信あったのか分かんないんだよね。私当日も言ってたんだよ、なんでそんな自信あんのって言ってたのにさ。3二金、3九金。あんまり目隠し得意そうなタイプではないもんね。うん、苦手なこと。ひどいね。それはどういうところを見て苦手だと思ってたんですか。私別に記憶力変わりそうじゃない。大体忘れてるし、普段。そう、あのね、忘れることっていいことだし、世の中で言えばやっぱり。精神衛生上はいいよ。48飛車。でも、はじめさん雰囲気出てんだよね。なんか強そうな雰囲気出てんだよね。できますよ感が出てんですよ、ね。確かに。安定はしてる雰囲気あるもんね。いや、でもね、これね、こんなに持ち時間使っちゃダメなんですよ。このフィッシャールールで。俺、ここでね、前の自分に言ってやりたい。本当。いや、終盤めちゃくちゃ大変だもん、俺。終盤が大変なのに。読んでるね。何しようかなと思ってんだよね。でなんか普通に金とか飛車とかいうなんかやればまあ普通なんだろうなと思ったけど。はじめさんの予想を見てた。いやこれびっくりしたんだよな。なんか見えたからやりたいなって思って。これ笑ってるね。俺私笑ってる。これ絶対8五歩ついてあるだろうと思ったんだよね。ああ。で角次慣れると思ってんなと思ったんだよね。これでも笑けてきたんだよね。笑けてきたんだよ私。絶対慣れると思ってる。でもこれで5近くないで反則で、はい、おしまいと思ってた。はい、はい、おしまいっていう顔なんですか、先生、これの顔は。かわいそうにと思って。これは放送事故になるなって、うん、YouTube 史上の。だって8音角出ても8人車回られるからさ、9音角なんて言ってないと思ってんだよね。確かに、ちょっとマニアックだもんね。でええとこでいいですか、これ絶対慣れると思ってるんだと思って。何が不安になってるのか分かんなかった。絶対慣れると思ってると思って、この顔、この顔。ああやっちゃったなって。慣れると思ってる。あ、大先生悪い顔してるな。おお、一回耐えたかみたいな。一回耐えたか。舐めると思ってるのかな。4四金。でもなんか雰囲気あるね。貫禄があるんだよ。ちょっとお腹出てるからっていう。ただそれだけっていう説もあるけど。4五金。自分が強そうに見える。と思ってね、これ寝てるのかって思うよね。このチャンネルね。まだ私なってくると思ってるんで、これ。笑っちゃってるもん。先生。笑い声出さないようにしてるね。頑張って。先生、対決が笑うなんてほとんどないよね、先生。いつも見えない先生の表情が見れて。いい番組だな。地蔵になりましたね。確かに止まっちゃってんね。止まってね。何を考えてんの、そんな。8年か。いや、どうしようかなと思ってんの、ね。ここで、えと思って。あ、見えてたのって。いや、見えてたって。いや、呼び入れてたんですよ、ちゃんと。ちょっと変わってんだよ、みたいな。4六歩。いや、あ、先手に触れたの今一瞬。あら、あれそうなの。あ、そうなの。
あらららら。これ優勢だったんだ。5位近くない飛車回って5八金。5一馬。あ、で、馬をこう引くってことか。で、銀取り、金取りになる。これやっちゃったでしょ。8二飛車。これ入りました。やばい。ちょっと待って。うっかりで。でも、うっかりじゃないんだよな、これ。うっかりじゃないっていうか、意外に違う。意外とね、うん。終わった。いや、俺も終わったと思ったんで一緒。終わったと思って、バカすぎるって言ってるもんね。意外にこれ8七飛車成には6二角成があるから結構大変なんだよ。あれあれ相手に対してたのいるんだろう。なんかチャンス確かに相手に言うとね、相手に対して読んでなかったかって失礼なこと言ってますね。元気出してきてんだよね。ワンチャンあるよ。ワンチャンあるプレッシャーかけられる。急に喜び始めてる。5五銀。いい勝負してんな。なかなかやりますね。あ、きついですね。うん。残り2分。50本になりました、先生。うん。そう。確かにここら辺ちょっとやばいな。これで私負けたら恥ずかしいなと思い始めてるね、これ。私負けたら恥ずかしい。そして一生自慢しますね。イエーイ。残り3分。同角。これね、なんかね、局面結構難しいから考えちゃったんだよな。7なんだ。ほら、いい手なんだよ。いい手なんだ。ほら、先生今ちょっと真面目な顔になってるのって、だんだん危ないと思ってんね、これ。角なる。やばいって。ちょっと気合入ってるもんね、俺もね。なんか確かに。八七飛車なる。六五桂。ね、ここ一番やばいと思ってた。六四銀。ここ腕の見せどころだよな。残り何分ですか。1分40秒もう気合入ってんな、やる気だやる気になってます、私も。お、いや、これやばいんだよ、これ危ないよね。何がやったかな。5二角、5二歩、6六歩。ああ、4一角、4一角はでも大丈夫かな。なんかそこら辺いろいろやだったよ。なんかコーンギーフがなんか竜入った時速報が打てなくなるのがちょっと少し気にしてるのかな。何を気にしてるの。何角萌えだったのかな。何だっけ、これ何やったんだっけ。残り1分。6シュッて顔されてるな。いやいやいや、嫌だなと思ってたよ、これ。88竜。実践的に刺してるね、これ。しかし高級風は打ちたくないんだ。うん、貯めときたいんだよね、本当は。そこ風打つ手が見えてるけど、強者取られて、また強打たれちゃうかもしれないなと思ってるのかな。いや、しかし時間がないね。うん、時間がないね。使いすぎだね。使いすぎてるね、これ。局面は見えてるけど、わかんねえんだ。局面が難しすぎるよね、これね。普通に激戦だもんね、これね。4八金。こう、シップ。いやー、悩ましいんだよ。前出た。1。あ、3。3。
まあ、いい勝負なんだろうね。てか難しいなと思ったんだよな、これ。やっぱ4五金と6四銀がいい形じゃないから、うん、こうやって苦労するんだね。飛車は成り込んでるのにね、うん、6七角7二銀でいいですね。ん？7二銀って言いました？あ、3八銀です。すみません。3八銀、ごめんなさい。ごめんなさい。3八銀。銀打つ人いないもんね。失礼しました。角と銀を言い間違えたのか、3八と7二を間違えたのか、どっちかかなと思ってね。結構なんか、ビューミリピピって言われると、頭と体が なんか符号がね、ごちゃまずになるんで、認識ができてないね。いや、見えてるんだけど符号が見えてる符がいいでした。見えてるんだけど、符号が間違えるんだよな。いやちょっと苦戦意識してんだな、私は。これちょっと時間なくなると焦っちゃう。それ気をつけないと。局面はね、ちょっと自信持ってたんです、俺。なんかいけるんじゃないかなと思ってたんだけど、でも、8三竜。落下派だね。これからよ。4、3、4。あれ？俺よ。いや、まあ、粘りだよね、もう。3、3、K。もう、うん、粘り、粘り。3、5、2、4、2、2。嫌なんだよ。4、3、2、4、7、歩。あ、ごめん、歩が終わってるな。うん。30秒。これなんか4、4、歩垂らしておこう。4、4、歩嫌だった。いや、ドキドキするね。4、4、歩。ドキドキする。4、4、金。うん、これで優勢になったと思った。3、2。手厚くなってきた。いやでもこれがまたいい手なんだよ。五五馬。5、4、3、2、6、7、馬。どこ？あ、これはやっちまいましたかね。え？6、1、馬っておっしゃいましたね。まずいか？じゃあちょっと目を開けていただいて。いやこれフィッシャーなんだもう時間が。歩が。そうだね。これさ、焦るね。焦るね。終盤ね、時間なくなると。終盤が時間なくなると厳しいね。いや、でも指しては、むしろいつもより冴えてた。集中してたか知らないけど、指しては冴えてたでしょ。いや、そうなんだよね。ちょっとここから言いたいね。いや、ここから普通なの。いや、そうじゃなくてさ、うん、あれなんですよ。んむしろね、うん、まずくてね、4二銀上がった局面があった。と思うんですけどね、うん、もうあそこからちょっと時間がなくなってもうパニック症状だった。こうで、うん、こうかな。で歩を合わせてさ、うん、取って取って引いて飛車止まったところでさ、はいはい、歩成りの、そう歩成り入れたかったっすねきっとね。いや歩成り読んだんだよこれ。銀立てないと分からなかったんだよ。あそうなの。うん、なんかそれ読んでパニックったんだよね。どうがでこう取ってと金とか読んでたんだけど、
ちょっと薄い。自信なかった。それが自信がなくて薄いかと思ったけど。読んでますね。いや、それ読み始めたら、フィッシュやで時間ないんだよね。いや、これ読んでたんだ。これね、本当は馬が76にいるんだね。そういうことですね。うん、ちょっと間違えちゃったよね。いやー、ちょっと悔しいね。ちょっと先生、こっからやろうよ、こっから。ちょっとこれ泣きにしてもらうから、せっかくだし。いや、目隠しならいいですよ。目隠しここから、ここからちゃんと覚えて。ここから10秒で、どうぞ10秒で。覚えていただいて目隠しならいい。時計使って。許してくださいよ、アマチュアなんですから。優しくしてくださいよ。ここから、ここからどうすか。これ、待ってるね。踏む前に座ってた。合ってると思う。合ってる。じゃあ、合ってるとして。ちょっと教えてください、ここから。厳しいよ。馬の位置だけは本当はちょっと位置一マス違うっていうことね。ちょっとね、本当は76の馬がいるんですけど、まあ我々の頭の中だとちょっと分かってなかったということですね。泣きの一番。泣きの一番ね。じゃあ、これではじめさんの番ね。これは、押しますよ、私が。ちょっと優勢の局面からやらせていただいてね。先生の推奨も踏まえて。いや、ずるい。これ読んでたんだけどさ、分かんなかった。まあ、あんまり体勢に影響ないですね、76人とか77人でもね、うん、確かにそんなに9 8 7 6 5 4 8 7 6。いやでもこれまだ大変ですね。5分に戻ってくるただただいい勝負ですね。長期戦考えてくるのがね、うん、見えないね。でもあんまり見てじゃないね。うん、5四歩叩くとかそれぐらい。5四歩から、ああでもなんか分かんなかったし。結構いい勝負させてたな。でも相当いい勝負で指してるなとか言いながらどんどん評価値を下げていくけど、まあこれで合流したわけだね。うん、これで合流です。いやー、4号の地点が危ないんだよな。あら、60% になってるのか。いや、自信ないんだよね、これ。やっぱ穴熊硬すぎて。竜も馬もいて、悪いんだ。ここを。不思議な手だな、でも今見ると3六とかね。なんかちょっとずれてるな、私。3、2、7、6、5、4、3、2、いやー、ふう。いやー、3、いやこれ自信なかった。なんか全部撤退させられてんだよね。なんか一生懸命押し上げてる。いやもう、フィッシャーで病院になっちゃっても何が何だか状態です。でもそっちも竜と馬がいっぱいいて寄ることはないと思ったんだけどな。硬すぎるんだよな、大切な。いやでもこれ悪いみたいね、後手が。そうなんだって感じ。経由中痛いんだね。見えてなかったですけど。見えてなかったってですね。そんな手あるんと思ってた。いやー、叩き合いだ。薄いね。穴熊に比べると。いやー、盛り上げてんのか。
ここが勝負と。ラストスパート。いやー、お互い手抜きでの攻め合いです。いやー怖いですね。いやーって言ってますね。勝てないと。いや、もうこれは負けそうだね。ここはやっとペースになったんですか。いや、でもまだまだ竜と馬がいるから答えが見えない展開ですけどね。先生のなんか竜馬すごいんだよな、強いんだよな。いや、固めてるな。やばいね、竜が先生すごい人なんですね。竜馬こんなにくっつけられちゃうともう意識朦朧となっちゃいますよ。もうとにかく追われないように、触らせないようにしてんだけど、うまく触られちゃったんだよな、実戦は。いや、これきついよ。上から、いや押し潰しに。物量が、金銀7枚持ってんのか。うん、金銀7枚が大きかったかも。いやこれね、狭くなっちゃったから1号歩とかやだった。あ、1号歩か。いやー見えなくなって手がつく。悪いね。何とかたどり着けるかどうかという。痛いよ。竜が守りだからやっぱ弱いんだよね、その当たってきた時が。すごい強そうに見えますけどね。でも取られたくないからってことですよね。どう粘るんだというところですね。やってる時、いや90%以上いっちゃってるじゃん。もうやってる時全然わかんないですね、評価値が。あ、うん、しかも対先生だからなんかもう不安なんでしょうね、私ね。いつもいじめられてるから。いじめてない。一回もいじめてない。いつも厳しい指導を受けてるから、何かあるんじゃないかと思って。いや、これもうダメだよ。ダメだよ、絶対ね。でも怖かったじゃないですか。そう、これ入ってね、なんかややこしくなって。どこで手抜いていいかっていう、うん、これなんかおやかしくなってきてると思ってんだよね。いや、もうだって詰めろかけたら勝ちっぽいんだもんな。怖いんですよ、怖がってるんですよ。なんかないのってなってるここは。うわある。おお、 50% 来た。逆転されてる。あれ4球銀だったのか。あれ、もう一回チャンスあげる。四球銀なのか。うん、飛車が取られちゃう。確かにこれダメなんだよ。詰まされてもおかしくない。4二玉と3二飛車、5三玉、5二飛車なりから竜抜かれちゃうんでね。あ、でもそうか、寄ったのか。いや、だから飛車打たれた時に上に行けないんだよね。下に行くしかなくなっちゃって。
いやーでもこのギリギリの対応はやっぱり迫力ありますよね。いやでも3三銀がこれが相手だったのか、いや詰むかなと思ったんだけどな、詰むかなと思ったんだけど、詰まないのこれ。いやでも怖いですよ ね、 ね結構馬も効いてるし、いや真剣だ、本気なんかないですね。うわぁ受けろ受けろ、慎重に慎重にと思ってるけど、これは逃さんと思ってますね。しかし三三の銀取りになってるからな。しかしねそれをね切られて、いやー何かないか、冷静なんだよな。冷静。もう怖がりですかね。 2 3 4 5 4 3 2 4 3 2 7ね、ここもまたなんかあれと思ってそんなに手形来ると思って手堅いのかどうなのかと思って、えってなってるけどないんですか。天空の後ろを一応なんかやっぱりちょっとあれですよね、私受け将棋ですよね少しね、うん、確かに受けて4 3、いやでもこっからまだあるからね、確かにまだいろいろここからありますから。うわぁ恐ろしい人は4 5 6 7 6 5 7 6 5、もう今日積んでるんだよね。うん、詰んでるみたいなんですけど、罪はまだ見えてないですね。美しくやんなきゃダメだな。うん、勝ちだろうっていうのを確信してたんだけど、5三桂打てばね、俺だからね。そっか、5三桂が見えてないですね。いや、これ詰むだろうと思ったけど、あれっていう。うん、おチャンスと言われてるな、うん、俺つまなくないってなって嘘だよ、つまさないのつまさないのみたいな、いやつまさなくても負けなのっていうね。いやー何もないかという、まあいやいや、いろんなちょっと大激戦でしたね、大激戦でしたね。いやちょっと最後終盤になってたけど、ちょっといや見えないですね、一緒に三手になったけどね、マジ三手違う、ここに金打ってなって金打ったね、うん、角なって同金で桂打つんだよ、スペシャルギャンないとねいやいやいや、ちょっとつまないのあれ、ここ外されてつまないの、おー確かに、
上がうまく振りつかれたね。いやちょっとやっぱり最後の最後に花を持たせてくれて、いつも花を持たせてくれないから。いや、今日は気持ちよく寝れそうですわ。目が開くと強いですね。目が開くと強い。いやいやいや、いやでもなんかあれ、目隠し難しい。フィッシャーでできたらすごいと思う。最後の終盤はやばい。いや、やっぱね、本当に。量が生まれてからはやばい。プロの先生の凄さが、どんどん分かってくるというね。どうだったんじゃないでしょうか。どうですか。高評価とチャンネル登録、そしてコメントもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。